やっぱアーリンって一番可愛くね、マジで。アーリンが超可愛いよな、本当に。やっぱ、もう僕なんか俺好きなメンバーって言ったらアーリンって。本当にね、もうめちゃくちゃ可愛いで、本当にね。ももいろクローバーってやっぱさ、AKB と違って全部のレベルが高いじゃん、本当に。全部高水準のアイドルじゃん。やっぱ AKB って言ったら可愛くない子もいるし、そんなに可愛い子もいるしっていうのがもう分かれてるじゃん、正直言って。そう、ももクロの姿ってみんな可愛いし、なんか、あれ、親しみやすいとこにあるよね、本当に。まあ、アーリンはマジで可愛いんだけどね、本当。俺、アーリンは本当にね、いい子だしね、多分性格もめちゃくちゃいいよ。多分前田敦子みたいな、ああいう多分極悪みたいな感じじゃないし、多分あれ人を見下すようなこともしないしね、絶対ね。本当にね、多分結構いい子だと思うよ、マジで。あるよね。まあそんな感じや、基本的に。そう。マジいい子だわ。そう、マジ、アーリンマジがいいよ。マジで。まあ、アーリン信者として一言言わせてもらえば、本当に。ああ。本当ね、ももクロファン誰だね、AKB ファンと違ってちょっと、あれよ、礼儀正しいとこがあるよね、結構。ね。なんか、本当に、なんか、ファンとして純粋に、ね、応援でしてるよね。本当に、ももクロファンは。ああ、AKB ファンとはもう、あれや、握手会とか手に精子つけて、それして握手する一部のやつもおるしさ、ちょっと悪質なやつが多いよね、少し AKB ファンは、本当に。そう、ももクロはその分ちょっとね、純粋じゃないのかなと思う時はあるよね。